株式会社を設立。さらに戦後我が国初の輸出カルタを建造設計した独自全体に開発、潜水艦親潮も進水しました。またオートバイの生産を始まり、技術のグローバル化を推進させました。そして1940年代は戦争と開戦困難期を経て、戦後